パン屋のさっちゃんです。この前ですね、ちょっと二次発酵の見極めが難しいというお話があったので、その動画を撮れたらなと思います。これ、ね、気持ちちょっと若めなんですよ、ね、ただうちの釜これがね3個ずつしか入らないので、次のバッチ次の3個がねちょうどよく焼けるように、もう少し早めで焼こうと思います。これをねちょうどよくしちゃうと次のやつがねちょっとオーバー加工になっちゃうんで、発酵バーになってしまうのでこれを焼いてみようと思います。でそれがね焼き上がりどんな感じかちょっとお見せしようと思います。よく見ててくださいね。これね気持ち固めです。はい、それではですね今、もうすぐ先ほど入れたものが、オーブンから出そうなので次のね、バッチのこれ最後ですけども、用意をしようと思います。これまあいい感じに発酵してると思います。気持ちやっぱさっきよりね発酵はしています。まあ、まだしっかりしてますけど、こういうふうにね発酵してるうちに開いちゃうやつがあるんですけど、そういうのはこう閉じ直してねあげてください。そうするとまた閉じますので、ね、こんな風にして、はい、これもそうですね。この辺ちょっと開いてるとこだけ直してあげます。じゃあこれでちょっとこちらも焼いてみましょう。あ、ちなみにこう押した時の感じとか、ね、そんなに先と20分ぐらいだと違わないけどね、多少違いが出ると面白いですね。はい、では焼いてみます。はい、焼き上がりました。こちらが1回目、こちらは2回目になります。ちょっと1回目の方がクーパーきれいに開いてますね。ただねちょっとやっぱり硬いんですよ。下火が強いからね、下が強くなるのはしょうがないんだけど、ね比べるとねちょっと気持ちがやっぱりこっちの方が小さいの分かるかな。いつも3回焼くんでね、1回目と3回目は結構違いが出るんですけど、こっちの方が気持ちちっちゃいの分かります？これ同じです。600g、600g。これだけ違うんだけど、あとは全部 600g です。ね。で、やっぱりちょっと早めに焼くと、気持ち小さめの、硬そうな感じ、ちょうどよく焼くと、やっぱり、きれいに なんていうのかな、膨れますね。で、この後、さらに3回目になるとちょっとだれる感じになるんですけど、まあ、その辺はですね、許容範囲ということで、こっちも全然大丈夫なんですけどね、こうやってね同じグラムで、焼き比べてみると、分かりやすいと思います。ご自分のね、レシピで、ご自分の粉でね、同じグラム数で、ちょっとタイミングずらして焼いてみたりすると自分で、発酵の見極めっていうのができるようになってくると思います。以上です。